まあこれでダンカンロス、それが答えなんだ。それでは証言に戻るように。私はそのまま入院していたので今回の事件のことは知りませんでした。そういうことか。ちょっと待てよ、これここにある今の情報だけでどうにかするには、さっきのさ見事な統一面プリでございました。さっきあの証拠品提示ってあったじゃないですか。あそこで次はどこでちょっとってやってやろうか。あのせっかく手に入れた手がかりから新しい道を探すのも良いかと。あ、そりゃそうですよね。隣つけてるだけでは道は開けないか。ちゃんと調べなきゃダメですよってことですね。大切です、それも。ペテンシーさんのどこだっけ。そうだそうだ、なぜあなたは貧乏なのにペパーテっていう高い店にね行ってたのか。そこでなぜ行ってたのかっていうところでさ、あのカードの内容が見れないのであればですね、これさ考えようによってはこれぴったりだったじゃないですか。でビリジアンさんはこんな不器用な破り方をするでしょうかと言ったから、これもともとこれを破ったのはビリジアンさんだと思ってたけど、ペテンシーさんの可能性もあるんだよな。これペテンシーさんの部屋にあったから、だからペテンシーさん宛ての封筒だったって考えればスイツマは合いますよね。でそこに書かれていた内容でペパー邸に呼ばれたと考えれば、この人の行動もスイツマが合うか。え、でもそうなっちゃうとさ、まあいいや、ペテンシーさんなんでしょうかな。この日なぜ普段行かないペパー邸に行ったのか、そこにはある特別な理由があったのではないですか。そんなの知りませんな。私の方が教えてもらいたい。こちらにはね証拠があるんですよ。それならばこちらの証拠品を見てください。この日あなたがペパー邸に行かなければならなかった理由です。切り口が一緒だからいいんですよね。これ内容見たいんだけどね。気になるのはこのカードです。この封筒の切れ端があなたの部屋にあったんでね、それはミス・ビリジアンのカードではありませんか。これはビリジアンさんのカードではないのではないか。そうです、ここにはこう書かれています。もともとこれはペテンシーさんの部屋にあったものなんじゃないのか。ダンカン・ロスの死に関してお話ししたいことがあります。2月17日午後5時ブライヤーロードのパブペパー邸に来てください。そうですよね、ペパー邸でしたよね。あなたにとって非常に重要な情報です。くれぐれも他言わぬように願います。だからあなたはペパー邸にいたんだ。ペテンシーさん、あなたの事件当日の行動は実はこの手紙の指示と全く同じですよね。え、僕にはこれが偶然とは思えないのですが、やっぱりそういうことなのか。ペテンシーさん宛ての文章だったんだね、これはね。そのダンカン・ロスさんの件に関してペパー邸で話したことがあると。つまりダンカン・ロスさんとペテンシーさんはつながりがあるってことなんですよね。
じゃあペテンシーさんにそのこの封筒を送った人は誰なのかっていうところなんですけど、おそらくまあ封筒を持ってたっていうところから察してビリジアンさんなんでしょうね。ペテンシーさんいかがですか。それはそのちょっと待ってくださいな。お、ビリジアンさん、なんですか。ビリジアンさん、そのカードって私が受け取ったものなんですよ。そうじゃないんじゃないですか。実はだからこの珍妙な人は関係ないじゃないですか。だってこの封筒の切れ端はペテンシーさんの部屋にあったんですよ。それはそうなのですが、ただの偶然とは。これペテンシーさん認めてくんないかな。裁判長さん、何でしょうかな。そのカードについて私はっきり言っておきたいのですけど。お、また証言してくれんのか。それでは証人よ、証言を加えるように。あ、まだこの証言終わんないんだ。この奇妙なカードについて。これ私宛に届いた手紙ですから、隣の珍妙な人は関係ないんです。これどういう風に言えばいいんだろう。この切り口はだってあなたね、なんかこんな、なんていうのかな、大胆な破き方しないでしょう。確か事件の前日あなたの家に届いたのでしたね。まあ、切れ端がねペテンシーさんの部屋にあったから、だから元々はペテンシーさんの家に届いたものなんじゃないかっていう風には言えるかな。確か事件の前日あなたの家に届いたんですよね。はい、そうなんです。封筒には宛名も差出人の名前もないようだが、私の家の郵便受けに入ってました。差出人は心当たりありません。ダンカン・ロスの死に関してお話ししたいことがあります。このダンカン・ロス氏というのは私が通っていた美術学校の知り合いです。あ、知り合いというか婚約者でしょう。不幸な事故で亡くなりました。もう1ヶ月も前のことで、どうしようか迷ったんですけど行ってみることにしたんです。それで重要な情報は聞くことができたのですか。聞けるわけないじゃないですか。だってこの者はその途中背中を刺され、その後は言うまでもあるまい。あ、そうでした。行けなかったわけか。まあそうですね。見事な問い詰めっぷりでございました。これはじゃああそこで突きつけちゃっていいのかな。じゃあお達し宛に届いた手紙ですから、隣の珍妙な人は関係ないんです。そうではなく、いや最初は俺も届いた、そのあなた宛に届いたものだと思ってたけど、このギザギザの大胆な感じとか、ビリジアンさんの部屋にあったっていうことも踏まえると、もともとはビリジアンさんじゃなくてペテンシーさんに届いたものだったんじゃないのかい。事件の前日、つまり7日前、あなたの家にこの手紙が届いた。そしてあなたは手紙の指示通りに出かけて事件に遭遇した。そうなんです。ひどい話ですよね。確かにひどい話です。それが本当のことならばですが、どういうことですか。ミスグリーン、これを見ていただけますか。あなたの受け取った手紙と全く同じ封筒の切れ端です。もし本当にあなたが受け取ったんであれば、この封筒の切れ端があなたのところにあるはずじゃないですか。なぜペテンシーさんの部屋にあったんですかね。そしてこの切れ端はあなたの手紙の封筒とぴったり合う。どこでそれを。ペテンシーさんの部屋です。私の部屋ですって。あなたも気づいてなかったんですか。
ペテンシーさん、この手紙もしかして見覚えがあるのではないですか。そうだよね、この人は分かってるはずだから、この人が認めればもう終わりですよね。それはその別にそれ認めてもいいじゃん。あなたの事件当日の行動は手紙の指示通りです。午後5時ペパー亭へ来てください。だからあなたは出かけた。ペテンシーさん、もう一度聞きます。あなたはこの手紙を知っているのではありませんか。ここで嘘をついてまた疑わしいことになるんですか。あなたはよりいろいろな嫌疑をかけられますよ。そしてビリジャンさん、今度は私ですか。部屋に落ちていた切れ端が立証している通り、この手紙はペテンシー氏の部屋にあったはずなのです。それなのに一体なぜこの手紙をあなたが持っていたか。これはすなわちペテンシーさんの部屋に行ってこれを回収してきたってことですかね。あなたはね、そうなるんじゃないの。さあよくわかりません、私ただの画家の卵ですから。考えられる答えがたった一つだけあります。あなたはペテンシー氏の部屋に侵入してこれを手に入れた。そう、回収した、そういうことなんじゃないのかい。おいお前、いや、そなた、俺、いや、この私の部屋にペテンシーさん、じゃあ認めてくれるんですか。それはあなたが受け取ったものだとは。一体何者なのだ。そしてその部屋に入った時にガスパイプに毒を塗ったってことかな。どうやらもう一度諸君に証言を求めなければならないようです。そろそろ決まりそうですよ。証人ビリジアン・グリーンよ。何ですか。あなたは退院したばかりの同情すべき被害者だ。しかし大法廷で偽りの証言をする者は誰であれ罪に問われる。それを忘れぬことだ。あなたももう覚悟を決めてるんでしょう。ええ、分かってます。これも運命なのだと言っていたじゃないですか。それでは証人たちは証言するように。この矛盾した手紙について。矛盾した手紙、その手紙確かに1週間ほど前このペテンシーに届いたものです。お、認めましたね。あの日誰も来ぬままペパー亭で1時間ほど待って部屋に戻りました。その後日本人が訪ねてきた夜には確かに手紙は消えていましたな。これはもう言ってるようなもんじゃん。ってことはそれを持ってるやつが怪しいわけじゃん。それを持っていたのはビリジアン・グリーンさんですよ。私知りません。この人の部屋に忍び込んで何をしたって言うんですか。毒を塗ったんだよ。悪者はこっちです。封筒の切れ端なんて私の知ったことじゃないし、ストリキニーネを塗ったんだ。あなたは。ふむ、この手紙はそなたが受け取ったものであると認めちゃったんだもん、この人が。あ、まさしくさようでございますか。確か我が食卓の上にそっと置いておいたはずなのですが、思えばあの晩ペパー亭より戻ってから見かけておりません、ね。うん、するとお嬢さん、あなたの証言はやはり、そこで嘘だと決めつけるのはひどいと思います。何？どちらが嘘をついてるのかわかんないと？私だって画家の卵なりに本当のことを言ってますから。その手紙は間違いなく私の家に届いたものです。これは面白くなってきたぞ。これどちらが嘘をついているのかという話になってきましたよ。こちらの悪者が嘘をついているに決まっています。しかしその場合これをどう説明するのですか。この切れ端は間違いなくペテンシーさんの部屋で、説明の必要なんてないと思いますけど。え、私は画家の卵です。知ってることを証言するだけ。説明とか立証とか弁護士の卵の仕事だと思うんです。あなた意外になんかそういうこと言うんだな。
卵扱いされてしまった。どうやら真実は尋問で明らかにするしかないようだ。私から話すことではないですけどって？よろしいですね、弁護士よ。じゃあこちらから問いかけてやりましょう。わかりました。言わざるを得ない状況にしてやりますよ。それでは弁護側よ、尋問をお願いします。イリジアン様は間違いなくペテンシー様の部屋に侵入した。そしてそこで手紙を持ち去ったのですね。はい、その二つの事実からある可能性が見えてきます。そうですね、あの部屋に入って何をしたのか、そこですよ。それは恐ろしい可能性が。その手紙、確かに1週間ほど前このペテン氏に届いたものです。はい、もうこれは明らかですよね。あの日誰も来ぬままペパーデで1時間ほど待って部屋に戻りました。待って、その1時間はあなたどうやって過ごしたの？そんな高級な店で1時間待って、結局誰も現れなかったわけですか？まあはい、そういうことになりましょうか。今口ごもりましたけど。ああ、いえ、誰も来なかったかと聞かれてふと思い出したのですよ。ほう、つまり何者か現れたのですかな。言われてみればあの晩このペテン氏ペパー邸にて極上の水に酔いしれ、絶品ビスケットの究極なる、クズに舌包みを打ったのですが、そんなペテン氏の周りを始終楽しげに飛び回る者がいたのです。お、飛び回るハエでした。なんたる無駄な証言。はあ、あれこそはもしやそのハエすらもあなたの真夏の夜の夢にて飛び回るし、いたずら坊主の妖精の化身なのか。なんかあなた幸せな生き方してますね。妖精さんに失礼だと思います。ハエ呼ばわり、ハエ様ももう少し失うものにたかれば良いものに。これひどくない？これ佐藤さんも思わずそう思ってしまうのは罪なのでございましょうか。いや、それは佐藤さんの正直な思いだから、それは仕方がないことです。それが正直な意見なわけですから。でだ、その後日本人が訪ねてきた夜には確かに手紙は消えていましたな。私知りません。この人の部屋に忍び込んで何をしたって言うんですか？あなたはもうこれ言っていいのかな？何をしようとしてたかって、あなたはこのストリキニーネの毒をあのガス管に塗ったんでしょう。よし来た。昨日あなたは病室でこの瓶を手にしていましたね。瓶の中にはわずかですがまだ薬が残っていました。あなたはこれを持っていました。あ、弁護側の独自の調査の結果、まあ、ホームズさんの実験だけども、この瓶の中に残っていたのはストリキニーネと判明しました。なんだと、ストリキニーネ。そうですよ、今回の事件の被害者の体内に入った猛毒と同じものではないか。え、あなたがなぜペテンシーさんの部屋に侵入したのか、まあ、このことから察せられるのではないでしょうか。その目的はただ一つ、ペテンシーさんのランプのガスパイプにこの猛毒を塗るためだった。違いますか、ビリジアンさん。毒を、お前が、俺の。ビリジアンさん、奇妙なことだとは思いますが、残された手がかりから考えれば結論は一つしかありません。猛毒でペテンシーさんの命を狙ったのはあなただったんじゃないんですか、ビリジアン・グリーンさん。うっく、キャー。だからあなたは我々が言ったあの時、実
殺しようとしてたんじゃないんですか。自暴自棄になっていたんじゃ。静粛に静粛に。被害者の命を狙うためガスパイプの口に猛毒を塗ったですと。はい、そう考えるしかありません。そうか、そうですね。で、なんでその事件が起こったかですよ。そのガスパイプに毒を塗るじゃないですか。ペテンシーさんがそのガスパイプにその口をつけてそういうことをしてたのは漱石さんを殺すためでしょう。漱石さんはそのビージアンさんのあの事件で捕まってたから、あの下宿に帰ってないんですよ。で、下宿からてかその事件が終わって無罪になって下宿に戻って、で、またペテンシーさんは漱石さんを殺そうとしたその瞬間毒を体内に摂取し今回の事件が起こったわけだ。ですが、もし6日前にその罠が仕込まれたのならば、そうですよね、その時に起きなきゃおかしいということですよね。でも当然この証人はその日の晩のうちにそれを口にして、そうはならないんですよ。なぜかしたら漱石さん自身がいなかったんだから。殺害未遂事件は6日前に起こったはずではありませんか。本当は起こるはずだったんだろうね。それは確かにそうか。いや、そうですよ。これは考えればわかる。それはなかったと考えられる。事件の捜査のため、あの晩は警官が多数現場付近にいた。夜通し近所の者たちを何度も訪問し、情報を集めたり、それもあったか。捜査協力を求めた。用心深い者であれば犯行を行う気にはならないだろう。まあまあ同じことですね。だからこそ犯行は行えなかった。バンジークス検事。そして翌朝、あの下宿ではある大事件が発生いたしました。大事件。下宿の2階の住人漱石さんが容疑者として逮捕された。そしたらもうそんなことする意味ないからね。はい、すでに弁護側が立証した通り、ペテンシー様がガスパイプの口から息を吹き込んでいた理由は、目的は漱石様の部屋にガスを満たして窒息させることでした。漱石さんが逮捕されて、あの部屋はずっとヤードの監視下にあった。そんな状況でガスパイプの口を吹いても何の意味もありません。これさ、ってことはですよ、何もあの事件が起こらず、そしたら、そう考えたらなんか怖いね。あのビリジアンさんの事件が起こらなければ漱石さんが死んでたのか。その窒息死でさ。で、でもまあペテンシーさんも毒で死んでたけど、狙うべき標的は留置所に閉じ込められていたからか。この者はガスパイプを吹くこともなく毒は眠ったままだった。そして今から3日前、今度は何があったでしょうか。無罪方面で漱石さんが帰ってきました。そうか、漱石さんの審理がこの大法廷で結審しました。ビリジアン・グリーンの殺傷事件で無罪の判決が下されましたな。そうでしたね。漱石さんは2日ぶりに下宿の自分の部屋に戻って、その夜ガスストーブの火は消え、ペテンシーさんは猛毒で倒れた。つまりガスパイプの猛毒は、猛毒が塗られなかったら漱石さんが亡くなっちゃってたんだ。これは奇妙な偶然ですね。事件の起こる4日前にすでに仕掛けられていたのです。これはしたり、そう考えるとこの手紙は計画の一部だったことがわかります。ペテンシーさんを外に呼び出して、その間に部屋に侵入すると、計画。午後5時ブライヤーロードのパブペパー邸に来てください。くれぐれもたごま無用に願います。この手紙が書かれた目的は、
あの日の午後5時、この者を確実に外出させるためか。俺を外出させる？そうすれば部屋にいろいろ仕掛けられるでしょう。その通りです。その間にビリジアンさんは安全に侵入することができる。あなたが留守だと分かっているわけですからね。じゃあその手紙は？ビリジアンさんが書いたのです。そして証拠を回収するために持ち帰ったのでしょう。しかもガスパイプに差し掛けたってことは、ガスパイプの口に猛毒を仕込んだ時に、やっぱダンカン・ロスさんの事件に関してもあなたは分かってたわけだ。ペテン師の仕業だと。静粛に、どうなのですか、証人。それを聞いた上でどうですか。貴様、一体何者だ。なぜ私にそんなことを。ミス・グリーンの動機、それは、はっきりしています。そうだね、ガスパイプにそれを仕掛けたっていうところから、もうそうだし、あの手紙の内容を踏まえた上で、はっきりしてますよ。皆さんはすでに何度もその人物の名を耳にしているはずです。そういうことか。バンジークさんは分かったみたいだな。それでは弁護人、そなたに指摘を命じます。この者が被害者の命を狙った理由、その動機を示す人物とは、この人の婚約者。いや、そうだよ、もともとはペテンシーさんがあんなことしなけりゃこんなことにはならなかったんだ。ダンカン・ロス、本件の被告人夏目漱石氏があの下宿に住む以前、その部屋に住んでいた青年、それが彼です。やはりどこかで聞いたことがあると思ったが、1ヶ月前の呪われた下宿の怪死事件、帝都を騒がせた若者の名前か。思い出しました。そう、確か死刑囚の呪いで首を絞められて窒息死した、そんな噂でした。死刑囚の呪いなんかじゃないですよ。それは死刑囚の呪いでも事故死でもなかった。ベテンシーさんがガスパイプに息を吹き込んで殺害した。まさに殺人事件だったのです。だからあなたは心当たりがあるから黙ってペパー邸に行ったんでしょう。ビリジアンさん、ふふ。世間なんてそんなものですよね。呪いとか怪しとか。刺激的で面白そうな事件を見つけて引っ張り出しては大騒ぎ。そして飽きたら忘れちゃう。一ヶ月もすれば誰も覚えてないの。ダンカン・ロス。では、それじゃあお前は。あなたが殺したダンカン・ロスさんの婚約者。ミス・グリーンはダンカン・ロス氏の婚約者でした。婚約者？ペテンシーさん、あなたは彼女を知らなかったかもしれません。でも、しかし彼女はあなたを知っていた。彼女にとってあなたは、婚約者の命を奪った、この世で最も憎むべき、旧敵だったのです。うおぉ。そして、ビリジアンさん。あなたは復讐のためにガスパイプに毒を塗ったのですね。どうなんですか、ビリジアンさん。まあ、確かにビリジアンさんは大切な人を急に奪われてね、それはペテンシーさんのこと憎いって思いますよ。まあ、ただ、まあ、今回は何の関係もない漱石さんが疑われてるんですよ。やってもない罪で。それでは弁護人、そなたはこの両名を告発するというのですか。それぞれ別の殺人の罪で。まあ、言うなればそうだな、今回。漱石さんの殺害未遂事件。いや違う。ダンカン・ロスさん殺人の罪で。ペテンシーさんを。ビリジャンさんはペテンシーさんの殺害未遂事件か。そういうことになります。どうやらそこでのんびり深呼吸している黒き若者は、たちの悪いガスを胸いっぱい吸って頭が混乱しているようだ。こちらがハイになってると。ハイにはなってません。なんですって。
そもそもなぜこの男が下宿の人間を殺害したというのだ。あそこに行き着いちゃいますよね。まあ、漱石さんもそうですよ。なぜ殺そうとしたのか。その部屋に行きたかったからじゃないんですか。もともと住みたかったっぽいんですよね、この人は。そこには何の理由もない。いや、理由はあるんです。その通り、その通りですぞ、死神閣下。このペテン師、地獄の底まで否認するのまいひ。申し訳ありませんけど、弁護士さん、私も認めるつもりありませんから、殺人なんて。あんたらビリジアンさん、そしたらこっちも説明が必要なようですね。名前聞いてすみません。でも私、こんな男のために捕まるなんてごめんですから。そういうことか。しかしあなたはペテンシーさんの部屋に侵入しています。毒を塗るためでないとすれば、なんだというのですか。調べてやろうと思ったんです、この悪者の部屋。あ、確かに手紙を送ったのは私ですけど、それは部屋に入って調べてやろうと思っただけだと。そうきたか。確かに私この人のことを疑ってました。だから何か証拠があるかもと思って。そうきたか、ダンカンの命を奪った証拠が。なんたる無礼、なんたる極悪、なんたる非道よ、丸っこい女め。このペテン師、出かけるときは鍵をかけるのもいい。そうですね、どうやって侵入したんだ。あの下宿オンボロだから鍵もオンボロなんです。タックルで開きましたよと以前ダンカンが教えてくれました。テレビン、ん？テレビンある油と針金で鍵を開ける方法。なんたる無法、なんたる器用、なんたる非道よ、荒っぽい女め。一個褒めてるね。その不法侵入については日を改めて追及するとして、何か見つかったのか、探していた証拠とやらは。床に私が出した手紙が落ちてるのを見つけました。持って帰ろうと思って拾った時、ふと気づいたんです。床板が少しずれていて、その下に隠し場所があることに。あのことね。え、その隠し場所なら僕たちも気がつきました。中に入っていたのは新聞と写真、そして空っぽの箱でした。ああ、それでも私が見た時はその箱空っぽじゃありませんでしたよ。お、え、何か入っていたのですか。ええ、何が入ってたの。この可愛らしい鍵がね、それが入ってたのか。ああどうしたんですか。あなた、なんでこんなものを持ってたんですか。お前それは私の、なんだ、ペテンシー様、顔が真っ青でございます。よこせ。いや、今すぐ。俺のものだ。この俺が譲り受けた。譲り受けた。このさ、収監中に病死、同房の囚人がその最後を見とったってあるじゃないですか。この人って元詐欺師なんですよね。だから捕まってて、でこれを譲り受けたみたいな感じなのかな。なんだと、証人、今なんと譲り受けた。引き継でなりませんな。あ、いや、そのぐ、どういうことだ、譲り受けた。いや、多分その同房の囚人がおそらくこのペテンシーさんなのではないか。なんだか大事に隠してあったのでもらってきちゃいました。何の鍵か知りませんけど、私大切なものを奪われたわけだし。よし、じゃあそれ川に捨てようぜ。この人も一つぐらい開かないものがあっていいでしょう。返せ、私の、俺のものなんだ。すげえ動揺してんな。証人、静粛に。
あの部屋に何か隠されたものがあって、それを開けるための鍵ってことか。ペテンシーは2人の下宿人の命を狙って、そのうち1人を殺害した。その動機、それが全ての謎を解く鍵だ。あそこはもともとセルデンという人が住んでたんですよね。ウィリアム・ペテンシーの行動は一見筋が通りません。しかし考えられる彼の目的が一つだけ存在するのです。あの部屋に固執してたんですよ、この人は。なんだと思い出すんだ、全ての証拠、そして僕が見てきたこと。2つの事件の手がかりがたった今見えた気がする。そうですね、そういうことなのかもしれない。それでは弁護側に証拠品の提示を命じます。ペテンシー氏の不可解な行動、その目的を示すと考えられるのは、新聞記事がありましたからね、この人の、これか。マンチェスター刑務所は昨夜未明、強盗殺人犯セルデンが病死したと発表した。同刑務所によると、セルデンは 10月末から熱病を患っており、同房の囚人の叫び声で監視が駆けつけた時には死刑執行前にすでに息を引き取っていたという。これですよ、これは警察の公式文書ですか。セルデンさんは1000ポンド相当のお宝を隠し持ってた。それが狙いだったんだろう。死刑囚セルデンの資料、なぜ機構がこんなものをグレグソンさんからいただきました。セルデン、亡くなったダンカン・ロス氏、そして夏目漱石氏、この二人に共通しているのはただ一つ、同じ下宿の同じ部屋に住んでいたことです。それは確かにそうです。あの部屋にはもともとセルデンが住んでいたのだ。奴が連続強盗事件の犯人としてヤードに逮捕されるその日まで。そうだったのですか。ところで死刑囚セルデンには一つ大きな謎が残されています。奴は1000ポンドの、宝飾品を盗み出したのだが、それは今もなお発見されていない。そうなんですよね、思い出しました、この資料にも書かれておりますね。だからあのセルデンさんの部屋のどこかに多分あるんですよ。で、本当だったらすぐにそれを調べたかったんだけど、ペテンシーさんは。でもダンカンさんが住み、その後に漱石さんがすぐに住み、そのチャンスがなかった。1000ポンドと地獄へ道連れ、死刑囚とともに宝も消えた。セルデンの最後を見とったのはある囚人だったそうです。死の間際、セルデンはその囚人に譲ったのではない、やっぱそうだよな、譲ったのではないでしょうか。盗み出した宝飾品の隠し場所と、それを開くための鍵よ、それがあなただった。え、じゃあこの鍵は、ペテンシーさん、あなただったのではありませんか。死刑囚セルデンの死を見とった囚人というのは、これはもう調べればすぐ分かることでしょう。なんのことやら、びしょびしょの濡れ衣でござい。この資料に死刑囚の最後を見とった囚人の名は書かれていないが、刑務所に問い合わせればびしょびしょかどうかはすぐに分かりますよ、ペテンシー殿。かは。しかし、たとえそうだったとしても、なぜ死刑囚の部屋に住む者を殺害しなければならないのですか。まあだから、死ねばその部屋は開くでしょう。そういうことじゃないの。その答えは一つしかありません。セルデンは自分の部屋にその宝飾品を隠していたので、そうだよね。あ、そう。セルデンさんの部屋には宝飾品がある。そういうことか。はい、そう考えれば出所してからのペテンシーさんの行動は全て理解できます。なんとなく察しはついてたな。死刑囚セルデンの死後、この者は刑務所を出所してすぐにガリレブ氏の下宿に部屋を借りに行った。でもそれよりも早く、しかし彼が希望した部屋は借りることができなかった。その部屋はすでに住人がいました。ダンカン・ロスさんです。なるほどね、そっかそっか。
ダンカン・ロスさんの方が先に住んでたし、しかもその後も漱石さんがすぐに住んだから、そこでこの者はガスを使いダンカン・ロス氏を殺害した。そして檻を見て部屋を変わりたいと大家に申し出るつもりでいたのだろう。ところがどっこい、そのすぐ後にそれを待ちかねたように入居してきたせっかちな人がいたのです。今回の被告人、夏目漱石ですか。その人ですよ。だからあなたは漱石さんの部屋にもガスを送った。すべてはそう、その部屋に死刑囚が隠した1000ポンドを手に入れるために。うお、おお、おお、そういうことだったんですね。